TNE Song. フェアウェイを捉えてきました。フェアウェイです。いいところに乗せてきました。パーセービングパットです。ナイスパー。 TNE さん、
ゴルフの祭典マスターズトーナメントがやってきました。ゲストに湯原信光プロをお迎えして、実況は私松下健二でお送りいたします。湯原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。バンカーに入りました。バンカーからのショットになります。しっかり振り抜くことが大切です。出ません。バンカーからのショットになります。しっかり振り抜くことが大切です。フェアウェイです。これは素晴らしい。ピタリとつけてきました。このパッティングはどうですか、湯原さん。しっかりと沈めておきたいところですね。ここは気持ちの入れ替えが大切です。
に当たりました。おっと、木に当たりました。ラフですが距離があります。まだ距離はありますが、なんとかグリーンに乗せたいところ。距離は残りましたが、グリーンは捉えました。パーセービングパットです。このパッティングはどうですか、湯原さん。ラインを慎重に読んでおきたいですね。いい感じですね。これはうまく距離を合わせてきました。もう少しで入りそうでしたね。なんとかボギーで収めたいところですね。おっと、外しました。どうしたんでしょうか。ダブルボギーです。まずはフェアウェイをキープです。フェアウェイです。
このパッティングはどうですか、湯原さん。しっかりと沈めておきたいところですね。ダブルボギーです。バンカーに捕まりました。バンカーからのショットになります。これくらいならリカバリーはできると思います。パーセービングパットです。このパッティングはどうですか、湯原さん。確実にパーセーブといきたいですね。入りました。パーです。まずはフェアウェイをキープです。まだ距離はありますが、なんとかグリーンに乗せたいところ。止まりました。こっからならグリーンに乗ったのも同じです。は残りましたが、グリーンは捉えました。パーセービングパットです。このパッティングはどうですか、湯原さん。ちょっと難しい距離ですよね。いい感じですね。まずまずです。
とかボギーで収めたいところですね。あっと入らない。集中力が欠けてきましたね。カップを越えました。強気のパッティングですね。カップを越えました。強気のパッティングですね。ここは気持ちの入れ替えが大切です。